皆さんこんにちは。今日もお昼がやってまいりました。というわけで今日も昼飲みしていこうかなと思ってますよ。今日行く店はその店でね、復活メニューが今日から始まるんで、それ食べながらちょい飲みしようかなと思ってますよ。行く店はこちらです。はい、松屋さんです。では参りましょう。松屋天ヶ崎塩絵店。缶ビール290円。乾杯。生ジョッキ缶、泡があっていい感じ。こいつが今年も帰ってきた。これが発売されるともう冬っていう感じ。牛豆腐キムチチゲセット690円。いただきます。このメニューは松屋自社製豆腐とキムチがとにかくうまい。そして海鮮だしが効いたスープもうまい。いい感じのピリ辛でビールのおつまみとして最高である。生ジョッキ缶に合う。牛肉もうまみが凝縮されている感じでうまい。ビールが進むくん。豆腐が滑らかな感じでどんどん進む。ご飯にのせて食べるのも最高にうまい。これはうますぎる。この豆腐は富士山工場で作っているらしい。うますぎて缶ビール終了。瓶ビール490円。豆腐とキムチはベストカップル。ビールがどんどん消えていく。牛肉もキムチにめっちゃ合う。もちろんご飯とも相性抜群。そして七味をかけてピリ辛度を増す。これでうまさ倍増である。さらにビールが進むくん。
キムチチゲはちょい飲みに最高のおつまみだ。肉も豆腐もちょい飲みにはちょうどいい量である。今回の発売ではカルビ焼肉とセットになったメニューもあるが、俺はもう若くないので、それでは肉の量が多すぎる。俺には牛チゲだけのセットがちょうどいい。この豆腐本当にうまい。そろそろ終盤である。ご飯は半分だけ残して食べてしまう。そろそろキムチチゲの具材がなくなってきた。ここで残しておいたご飯をスープに投入する。そして卵の出番だ。卵を投入。卵を混ぜてからいただく。これは最高の締めご飯だ。実にうまい。ビールにも合う。これがラストビール。美味しかった。ごちそうさまでした。チャンネル登録お願いします。